おはようございます。おはようございます。さあさあ CM 開けましたね。あれさあCM CM お知らせがあって。あら、残念なお知らせですか。姫キングが今向かっております。残念ですね。いや、遅刻ではなくて、はい、まあ、人間ですから毎週ね、木曜日、はい、いつもシラフではないですから。人間ですからね。そういう日もね、いろいろあります。わかんないけど、情報がね今錯綜してるんで、まあ、一つ言えることは、俺はサラです。クラブナイトの、はい、はい、サライプロデューサーとクラブナイトの、はい、クラブナイトの小太郎です。どうもありがとうございます。じゃあナイトチューブは、うん、水曜枠、あの新人ポストの放送で水曜枠毎週やっていただいてまして、うん、まあ、こちらの番組は初めて、初めて、あ、2回目ですね。2回目で2月ね。え、ほんと小太郎ですよ。小太郎です。いよいよ出ましたよ。いよいよですね。こんにちは。じゃあ水曜枠とどっちがやりやすいの？水曜枠って、うん、僕基本的に、あ、待って、水曜枠どんな枠か、どんな枠かって説明させていただきますと、うん、あの、まあ、このナイトチューブっていうこのチャンネルのところで、うん、まあ、いくつかの曜日に新人ホストが売れるまで密着してみようっていう、うん、まあ、トークを勉強しようっていう企画がありまして、まあ、そこの水曜日のレギュラーとして出てるんですけれども、まあ、僕と同じようにあのナンバー上位を狙っている、まあ、歴の比較的浅いホストの方が、まあ、他グループとかと一緒に出てるって形なんですけど、うん、でもそいつら嫌いだ。いや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 、新人で超コムラっていう感じやんね。大好きですよ、大好きです。あ、でもあんまりあの3人いらっしゃらないことが多いんでね。コメント拾っていきましょうか。あ、新人なのにめっちゃ喋ってる、あの、うん、新人こそ喋んないと消えてしまうんで、うん、はい、頑張ります。ねえ、本当に新人こそやっぱ喋ってなんぼなんぼですね。じゃあその新人たちにちょっとメッセージを、はい、新人たちに僕がですか、うん、僕も新人なのに、うん、そうそうそう。先輩なんだ。友達がホストになりたくてお店探してるんですよ。なんだと。どうしても一緒に働きたくて。今なら退入最大1万円ですぞ。マジっすか。すぐ連れてこい。すぐに呼びます。お前らやっぱりロミジュニだな。20分喋りっぱですから。いやー、やったー。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。ハボさんもこっち来てくださいよ。僕は異端児なんで。せっかくだから、もうそう思ってらねーわ。あ、いいですか。引っ張ってきたの初めてよ。検討する。おはようございます。あ、インスタ見てる人だ。あ、インスタ、ありがとうございます。あ、いつもいいね。金髪じゃない、金髪じゃない。あ、黒髪にしました。金髪じゃない、はい。今日はね、一人だけ黒髪で。え、どうなの、はい、どうなの。 EP バトルね、EP バトル、はい、どっちの EP が好き。あ、僕はいつもお世話になってます。そりゃそうだな、そりゃそうだ。俺はお前のこと
好きだけど、はい、あ、え、いいんですか、僕も大好きです。いや、どっちが好きなの。え、いつもお世話になってるのはささ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 さんの気まずいからもう続けない、言ってよ、座ってるよ、目がすごい座ってるんですよ、座ってるやん。まあでもじゃあ全然紹介じゃないですけど、アナルの臭そうなハオさんです。ゴリラ好きそうじゃない、ゴリラ好きそう、訳が分からない、俺のアラーム、俺のアラームは2時40分に鳴るっていう、起きないから完全に分からない、どういうことやろ、どういうことやろ。じゃあやってください、やってください、今置いてかれるんですか、僕は。やってください、じゃあやってください、じゃあやりますか、声引く、じゃあ声引く、さっきね、寝ぼけてのかないけど、ラーメン食うっつってからね、え、どこ行くの、ラーメン食い行くのっつってからね、おお、今からです、え、ここラーメン食い行くのっつってから、え、小太郎が、え、僕はしっかり15分前入りしちゃったずっと一人で、みたいな、どうしようみたいな、あれでも朝さ、はい、パソコンのモノマネしなかった、はい、あ、ファックスのモノマネを、はい、一人で行けんじゃん、行けんじゃんあの水曜枠で一人で、ファックスのマネ、ファックスのマネ一人で、ちょっと見てみたい、ファックスのマネです、ちょっと椅子の結構幅取ってたよね、めっちゃ一人だったんですよ、画面一人で一枠取って、さあさあ、ニニ、あの、昔よかったファックスのマネしますね、昔のよいしょ、ここあのファックスの台ですね、ここ紙ですね、いきます、ジジ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 ジスッ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 、あ、音ついてたんだ、ここからじゃあイエス・キリストのモノマネ、あ、ずっと貼り付けられてますね、ちょうどあの、あれに合わせて顔、顔ね、顔合わせて、あれにちゃんと合わせて、もちろん、あ、違う違う、あ、そっち、あ、いいね、あ、いいね、あ、いいね、いいね、急な、なんかメンヘラっぽい動きしてみて、メンヘラっぽい、顔はそのまま、顔そのままメンヘラっぽい動き、顔そのままでね、え、マイメロとかめっちゃ好き、マイメロとか本当好きで、あの、キキララも好きです、ボディ食らったボクサーじゃない、ボディー食らったボクサー、ボディー食らったボクサーはこうですよね、いや、こうだけど、でもファイティングポーズ取らないけど、あ、顔が、お前顔が緩い、ひめきんだよ、お前いや、当ててやつよ、だからもう聞いてないっすからね、この人じゃ、これ、このまんま放送行こうか、まあ、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ちょうどなんか、ね、ちょっとおもろいやん、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、あ、ちょっとおもろい、わーい、あ、ちょっとずれて、ちょっと戻して、ちゃんと戻して、あ、こっちか、逆、あ、戻して、急にちょっとお前の好きだと、ありがとうございます、これ使ったの初めてじゃない、マイメロ多分誰か分からんけど、なんかじゃあ首動く人みたいにやってみて、首動く人のやつ、体こいつ出てこやつ、ストーン落ちちゃったりして、ストーン落ちちゃって、なんかこうこうやって持つやつか、こうやって持つやつ、だから上に行かなきゃいけないでしょ、あれだから、顔ずれてる、ずれてる、ここだ、じゃあ首そのまんまで体動く人は、体このまま動く人、首そのまんまで体動く人、ああ、なんかあのアイソレーションするやつだ、そう、え、体が動く、もう俺もうどんな CM あっても出てくんだよ、まあじゃあ戻っといて、戻っていいですか、いいよ、あの意外とブスな顔が、あ、意外とブスみたいな、いや、お前、わー、あー、帰っといて、これ持っていけないですか、このままですね、あ、けどいいけどね、このまま帰っといて、帰っといて、お邪魔します、帰っといて、帰っといて、あ、いっそいっそ、お邪魔します、一番おもろかった、ここ小太郎です、一番おもろかった、ここ小太郎です、こういうのはどんどん水曜日枠で使ってきて、あ、水曜日枠で使います、あ、もう水曜日枠でファックスやってましたね、ファックス、ファックスやな、今日見たもん、ありがとうございます、キツネ太郎ってね、あ、コタロウをキツネ太郎と書いてコタロウって読みます、結構読み方斬新すぎて、斬新です、あの声届いてないでしょ、絶対めっちゃ低い声、ここで言ってるだけでしょね、なんでキツネ、あ、とかなんで呼ばれたのって来てるけど、あ、なんで呼ばれたの、うん、なんで呼ばれたんですか、今日それは嘘、嘘、呼ばれてないんですか、それはもう普通にもう、はい、サラが好きだから言うから、ありがとうございます、いや、そんなことない、確かに好きそう、ちゃんとやるもんね、ちゃんとやる、ちゃんとやるじゃん、はい、やんない人いるからね、やんない人いるんすか、いるよ、やんない人いるし、多分ね、あの顔ちょうどよくハマったね、あ、ちょうどよく、俺多分顔でかいから、あのヘアメ超似てる感じありますよね、左耳だって、あ、ヘアメ超似てる、裏さんしたらもう僕じゃないですか、ちょっとハーさん一回やってみてください顔ハマったいっすよ、一応ねこうやりたくなっちゃうね、あの差がありますから、あ、
意外と難しいですよ。あ、ずれてこうとしてくるタイプ。意外と難しいですよ。これむずいんですよ。ずれ。あ、他の動きできなくなるんですよ。本当に。難しい。これむずいわ。やりたくなり。やりたくなります。もう一回やってもらって。あるやつ。千手観音っぽくやりたい。千手観音っぽく。そしてサラがあの後ろから入ってくるタイプ。後ろから。あ、こうだ、こうだ。ちょっともうちょい、ね、顔がすごいずれてた。前行った顔でかいんでちょっとはみ出るかもしれない。はい、天寿観音のやつだ、ね、こういう感じ。やっぱり顔がちょっとはみ出てる。ちょっと顔が出てる。全然出てるじゃないですか。これいつまでやんだよ。いつまでやんだよ。そして俺が本物本物いく。本当に行きます。じゃあ俺コタロとやる。コタロ後ろでいいです。あ、いや前上手じゃん。コタロ前上手。コタロ前。じゃあ一回夢キングさん一回だけやってください。一回だけですか。一回だけ。あ、一回意外とむずいからね。意外と本当難しいです。首見えてます。首見えてます。か。あれ、あれ首で。首あのこの辺に。どう？下す。全然違う。じゃあはまってない。下です。もうちょい下です。はめる気もないしね。まあなんか、そういう手品。首の位置低い手品師みたいな。こういう服がめっちゃ白くなって、こういう風に見えますからね。ちょっと首がストンって。酔ってると逆に難しい。おーやっぱー。てか本物だからね。なんかこういうガソスタ店員いるしね。ガソスタ店員いるわ。つなぎのやつ。あ、いるつなぎみたいな。あ、うまい。いや、俺や。けど俺や。お前はできるんですよ。え、あ、これ、今日これでいくの？めっちゃフィットすんな。いけ。しかしフィットするわ。いや、マジでフィットします。こいつ上手だな。あー、ちょっとずれて、逆に。あー、いいね。あー、いいじゃん。首もうまいこと、あー、いいね、そういうのしそう。めちゃくちゃなんか腰だけ動かしてみて、その体勢の方が一番フィットしてるわ。あ、いいね。なんかあいつ相当うざいやつだね。いい感じ。あ、てか上手だね。本当ですか。何でもできるの。光栄です。ありがとうございます。何でもやります。頑張ります。何でもはしなくてもいいと思うけど。はい、何でもします。ここで何でもいい。ちょっと待って、すごい上手だね。これやるためだけにホストやれば。これやるためだけにさ、売れますね、そしたらね。口もうざい。じゃあ、じゃあ毎回いないとね。毎回いないとだ。こういうのやってる。この人毎回いないと。あ、でもいいこと書いてる。店では使えないネタ。店では使えない。僕このお面もらっていいですかね。ずれてる。あ、ずれてる。なんかもっとキュッと。エイリアンみたいな。誰かめっちゃもらうから。全部姫木がやってます。いいね。心臓バクバク。いいね。ただ顔がずれてるの。今日の本当のネタ何でしたっけ。あ、今日のネタ本題が絶対にテーマがありましたね。テーマあったでしょ。ない。なかった。なくしたでしょ。なくしたでしょ。今日絶対なんか呼ばれた理由あったでしょ。あ、僕呼ばれましたね。理由あったでしょ。絶対言われたでしょ。テレビがなんたらみたいな。あ、いや、それは嘘です。あ、嘘なんです。嘘で呼んだ。おびき寄せられてるやん。僕おびき寄せられたんですか。おびき寄せられてる。カーニャーさ、じゃあうまいことやって、うまいことやって。もう脱いで着るですね。今の脱ぎと着るですね。今ね。もう一回今の動き。ああ、いいね。おお、いい。ぴったり。すごい。ぴったりだけど。で、これ何が。おお、ゆっくりね。着ですよ。ちょっけど顔ついてる。あ、すいません。てか。なんか久々会いましたよね。みんなね。うん。なんか。ここはでも会ってるか。ここはもう久々っすよ。うん。本当ですよ。バックれるからね。確かにね。ダブルでバックれるからね。ダブルでバックれる。なんかみんなお酒飲んでそうな顔してますね。普段の顔。で、この人もうベロベロだから。これいいね。ホテルのね、支配人っぽくて。待ってる人。ドア開けそう。ドア開けそう。まあ、ゲストで手袋して。マジで敷かれない顔してるね。ああ、やばいね。てこたろう、結構、はい、優しい顔になったね。優しい顔になりました。前ひどかったっすからね。
ちょっと下打ちしてそうな顔だし、不良っぽく振る舞う。それ響きよ。不良っぽくだとしたら不良っぽく、お前好きずれてるずれてる。あーちょっと、あーちょっとギャギャギャ、あーいいよ、あーそこでそこで、もうちょい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 、これこれずっとやる、ずっとやる。あ、首長いね。あ、今いい感じだね。今大変だよ。お前さ、主張が激しいな、お前僕、顔隠してこうやって頑張ってやって主張激しいっすか、これ。顔そんなずれないから。え、青色のね、はい、ニットはなかなか着れないよね。青ニット着れないっすか。僕、店赤シャツ着てるんですけど、それもすごい引き出される。そのまま一回、マジ一回チェックどうしよう。このままチェックなしですか。いや、絶対ダメだ。ライト中大丈夫ですか。ダメだと、まだ隠せばいい。いや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 、コンタロー 100% ですか。オッケーオッケーオッケー。コンタロー 100% そうだろう、100%。いや、マジで絶対隠せよ。コンタロー 100% ですよ、これ。危ねえ、マジ。俺今あげますよ。危ねえ。俺は一回大丈夫。千手観音？千手観音、千手観音。千手観音だ。あぶれ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 あ、ほんとそうですね。僕は知らなかったんで、これはもう。え、ちなみに、今もう、何やろ、あの、緊張感、確かにこれ怒られるでしょ、絶対。危ねえ。え、これ出てないっすね。やばい、隠すべきものが多いですね。これ大丈夫なんて、多分大丈夫じゃないっすよ。あんまこれ大丈夫やろ。お前、北朝鮮からのミサイルに決めちゃおうがいいよ。こっちのミサイル。なら、なんでも大丈夫じゃねえか。いや、さあ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 、あれ、そういう時間じゃない。あらま危ないな、もうニュージェネレーショングループそういうグループじゃないから、じゃないよ、じゃないんです。いや、コタローもやろうとして、今俺もあやおくやろうとして、サラも行こうとしたけど、青さん、あれあれ逃げましたね、今。あれ、え、どういうこと、どういうこと、逃げたの、一人だけ。俺チーム小さいからですね。え、僕もサラ来てもつらないかもしれない。ちょっと待って、レゲエ、コタロー、じゃあ行ってみたいですか。レゲエ聞いてた、コタロー、コタロー、コタローはだからいるんですよ、ずっと。コタローです。ずっと後ろにです。コタローいますよ。後ろに今スタンバってます。さっき気づいたらもう悲劇になってる。夜のね。夜の夢。いいね、いいね。夜夢。ちょいちょいなんかでもフィット感上手になってきたね。あ、もう分かってます。もう場所は悲劇さん掴みました。バシッと掴みましたから。バシッとハマる。完全にこう。これ寝起きでもこれハマるんじゃないの？寝起きでもハマると思う。じゃあね、一回寝てみて。寝起きでファイト。ガク。チリリリリ、コタロー、朝だよ。おお、おはよう。あ、おはよう。もうもう。まあまあハマるね。ハマるよ。朝ごはん。まあ。でもえい、まあの授業中に寝てます。はい、授業中に寝てました。はい、寝てます。はい、フィット、キーンコーンカーンコーン、起きて、起立、あ、はい、惜しい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 な、惜しかった。授業中寝てると多分腰引かなきゃいけない。サングラスしてんの、そもそも寝る気満々だから。そしたらこの間の世にも奇妙なディスマンに、ディスマンにこれ見えてきたよ。夢に出てくる、夢に出てくる、夢に出てくる。ディスマンってか、帰ってこい。いいんですか、帰ってこい。あ、いいんですか、僕は玄関にお邪魔します。多分ここにいてもできるし、あれ、あ、できます、ここに。多分できるよ。あ、できる気がしてきた。あ、お前ここもできるっしょ。ここか。ちょっとでかい、ちょっとでかいか、ここだと。ここ頑張って。あ、むずい。吸い込まれてくる、吸い込まれてくる。顔でかい、顔でかい。腰か。オッケー。はい。はい。はい。なんか宣伝しないよ。もう結構時間過ぎてるからね。あ、確かに確かに。ディスマン。尺を稼がれましたね。はい。ディスマンが。あれ一回ここ、あれ一回ここで。白くて読みやすいですね、夜姫姫。宣伝しない。宣伝。なんかいいとこないの？いいとこですか？自分のいいとこ。自分のいいところ。はい。20個のいいところ。そうですね。まず、まあこの顔なんですよ。この顔なんですけど、まあこれまあブスじゃないですか。全然ブスなんですけど、これを見て慣れると、あの他の人が全員イケメンに見えるっていう。
シュッ出て利点があるんですよ。初回とかで僕が周りが周りがイケメンに見えるんですよ。周りもんだよ。あとイケメンの後につくとイケメンに見えるらしい。僕の後をイケメンにさせてあげるってことができる。あ、じゃあ逆イケメンの後につかないと。え、じゃあ僕迷惑かけてます。迷惑かけてます。あ、迷惑めっちゃ、だから逆そう、だから、だから EP の後に、はい、ついたらイケメンだねって言われるらしい。あー、そうなんですかね。そうらしい。楽さがすごいっすよ、楽さが。めっちゃいじられてる。いじりや、あれイケメンめっちゃフィットしてる。フィットしてる。俺だよ。俺だよ。小島だよ的な。俺だよってやつです。俺だよ。俺だよね。いやもう本当ビビったと思うんですけど。どうする？俺なんすよ。どうする？ではどうドロップ。今日はありがとう。今日はね、こちらこそ。高弘だっけ？小太郎だ。小太郎だよ。誰連れてきたの？あれキングの高弘じゃん。小太郎だよ。小太郎か。ナイトの。ナイトの。ナイト。英国ないもんなって。ちゃんとヒゲで確認してください。ヒゲで認識してください。カリーっぽくもないっしょ。カリーっぽいんです。袋はカリーっぽくもないでしょ。袋があります。今更です。これコンプレックス。絶対そうです。お、顔が生まれた。超羨ましい。じゃあ全員にできる。これは全員。そもそもやってほしいな。これ全員にやってほしい。よくやってくれたな。やりすぎたんだろう。愛を感じますね、これ。愛を感じるし、やりすぎた。ありがとうございます。ぜひ、これでずっとこれで終わっちゃう。あ、いいじゃん。あ、いいね、いいね。あ、いつまいか。全員にできない。ふざけんなよ。ちゃんとなんか残した方がいいっすよ、今日。え、今日なんも残してないっすかね。これできるぐらいしか残してないっす。まあけど、夜響きでここに関して触れたの、多分。やった初めて、初めて。やったやったぞ。俺はやった。やってね。やったぜ。俺が、俺はやったぞ。ちょっと待って、お前めっちゃ。はまろ。じゃあ、じゃあ。やっぱ肩にはまっていくっていうの大事なんで。大事っすね。よくこれ、ね。本人いるし、そもそも。これどうすんの、どうすんだ。なんでやねん。これ全員誰やってもこの3年これ誰やってもこうですか。こうですか。これ誰でも全員顔しながらね。これあ、いいね。だから最初からこれが良かったね。じゃあ止まってみましょうか。なんかせーのの。よし、やばいやばいすごい、なんか怖くなってくる。